さてなわけでやってまいりました、ウマ娘プリティダービーのお時間でございますけれどもね、今回もガチャ引いていきたいと思います。てなわけで今回はアグネスデジタルパイセン、まあ、こちらがね来たということで早速引いていきたいと思います。私てっきりタマモクロスが来ると思ってたんやけれども、うちやれやの馬タマモクロス来ると思ってたんやけど、まさかのデジタルやったね。まあ、このデジタル、初め見たときめちゃくちゃ強いと思ってんよ。まずは育成馬娘詳細。もうこれバケモンなんよ。芝ダート AA もバケモン。で、まさかの成長率 8%、8%、7%、7%、やってんな。根性以外全部成長率。補助ついてんな。8%、8%、7%、7%。青春杯これ無双すんね。めちゃくちゃ強いわ、これ。で、これ、トートミーラストスパート。これは、レース終盤に2回追い抜くと、間近で拝む馬娘ちゃんのあまりの尊さに思わず速度を上げる。間近で拝む馬娘ちゃん。これがよくわからんけど、レース終盤に2回追い抜くと速度が上がるっていう感じなんかな。これ、ルドルフ会長のこういうスキルとあんまり変わらん感じなんかな。ルドルフは、レース終盤に3回追い抜くと、速度がすごく上がるやったっけな、確か。最終直線で。まあ、それとあんまり変わらん感じなんかな、これは。で、最大覚醒レベルにしたら、馬マニアが出てくると。近くに馬娘がたくさんいると速度を上げる。と、狙うは最前線。これはダートなんか。レース終盤に前を目指す体勢を取る。これはダートと。いや、これバケモン強いよね。いや、このデジタルマジで無双する。てなわけで今回は、15,000 ジュエルがあるので、ちょうど100連ですね。ちょうど100連引けるということで、100連の中でしたら、あれよね、もう星3は当たるでしょ、誰か一体。けど私ね、タマモクロスのために残しておきたい。なんでね、今回50連目までに当てていきたい。さあ、てなわけで、はじめの10連目の方を引かしてもらいます。よろしくお願いいたします。さあ、まずはどうですか？まあ、これはね、まあ、手綱ということで、グリーンピース先輩。さあ、ここの文字。アロングショットスター。まあ、これ、はじめの10連目は当たらないことなんでしょうか。まあ、今回ね、いや、違う、前回の配信の時に、単発で、あれなんですよね。棒の当たったんよ。単発、まあ、単発言うても9連目なんですけれどもね。9連で、まあ、棒の当たったんで、まあ、まずはね、この初めの10連目、これは当たることはないでしょう。覚醒することを、喜んでるプラス。さあ、次20連目の方を引かしてもらいますけれどもね。また私ね、アグネスデジタルの声、あんま聞いたことないよね。どんな声なんやろ？まあ、それもちょっと踏まえながら次引いていきましょうか。20連目よろしくお願いいたします。さあ、マンハッタンカフェ。あ、マンハッタンカフェも次、まあ、出てくれると嬉しいな。いや、タマモクロスを始めて、あーっと、ザ・リブーさあ、ここは文字が光ってるということで。まあ、これ前回ね、一連で当たったんよ。一連単発で、この光ってる感じの、覚醒するよ、これ。ウィーニングチケット。そうや、待ちかね福来たるを、まあ、ホーム画面に追加して、これで祈ってもらうっていうのが、なんかさ、最近ハマってるみたいなんよね。誰か。はい、スーパークリークです。春うらやん！はい。メジロライアンです！春うらやん！ナイスニッチャ。ウィーニングチケットです！ウィーニングチケットです！エルカンダルプレス！私ね、あれなんよね。マヤのトップガンのモノマネにちょっと早まってるんよ。ちょっとその前に、ホーム画面今帝王やけど、ま、これ一回変えさせてもらうな。しといての、ちょっと祈ってもらおうか、今日の運勢。あ、これじゃない。はい。大義が大事。めちゃくちゃ発音やん。はい。はい。あ、これはお祈りじゃないんかな。いや、違う。
違う。あれ？これって祈ってもらえるんじゃないんや。なんか運気上がらんのかこれ。あ、これか。まだまだ実力不足ですけれどもみたいな、これかな。はい。あ、3本も立ったんや。うん。うわ。当たるかなこれ。ま、待ちかね服着たら多いだからこれは当たるでしょう。では次30連目の方を引かしてもらいますね。次よろしくお願いいたします。さあ今回はどうなんでしょうか。うわ、またグリーンピース。まあ、グリーンピースしか出てこへんやん。ここの文字はどうですか。うーわ、アロングショットスター、もうやかんでこれは。え、どれか欲しい。あ、金が多い。はい、まあ、これ覚醒することをお祈りしましょうか。はい、桜爆心王です。爆心爆心。はい、アグネスタキオン、キングヘイロー、スーパークリーク。あ、前のに夢中になっちゃった。クオリティヒック。で、ハルウララね。ハルウララ、ウララン一等賞ね。あっと、金ね。はい、グラスワンダーですか。で、キングヘイローバイザー、エルコンドルパス、毎回おるな。いやー、これ、まだ星3が一体も当たらない。いや、提供割合どうなってるのこれ。これ見れんのか。けど多分、毎回 3% のはずなんよね。うん、3% のうち、もうこれで30連引いたから、もう 90% 当たってる可能性があるのよ。で、なんでね、次40連目なんで 120% 当たるっていうことなんよね。うん。で、なばっけでね、次 120% 当たる、40連目引かしてもらいます。星3必ず当たるよ、次 120% やから。お願いいたします。オッケー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 、サンタマリアすぎるな、オッケー金。さあ、これがアグネスデジタルなのだことか。口が回らない。さあ、ここ。え、あれ？あれ？違うんかった今の。え、あれ、ドア金になっていたけど、あれは違うんかな。あれ、え、あれ違うんかな。あ、ハルウララ。あ、出てきた！あ、どこに出てきた！オッケー！オッケー！オッケー！東海帝王、マジでありがたい。いや、かわええ。私の一番推し、東海帝王。うわ、かわええな、お前。いや、かわええ、お前。お前。もうええよ。めちゃくちゃかわええ、お前。東海帝王。俺はお前を待ってて。ずっとお前を待ってて。ナイスネイチャーの、アグネス・デイヴィキヨンのウィーニングチケットとハル・ウララの、ダイワ・スカーレット。はい。いや、ここに来てニューの星さん。東海帝王ありがたい。さあ次、アグネスデジタルなんですけれども、でももう1万ジュエルを切ったということで、残り、何連かわかりませんけれども、50連目、次50連目か。さあ、次で半分になりますね。次、アグネスデジタル当てていきたいと思います。よろしくお願いいたします。私、白マックイーンは持ってないよね。黒マックイーン持ってるけれども。うん。まあ、東海帝王当たったことによって、私のライブ演出、ライブあるじゃないですか。夢をかける。あれを東海帝王にすることができる。でもめちゃくちゃオッケー、金か。あー、金か。いや、早く夢をかける、やりたいな、ライブ。あの東海帝王で、桜爆心を。はい、金と、うん、エアグルーブ。はい、桜爆心を、ハルウララ。待ち金服着てある。前のに夢中になっちゃった？ラニーキーズ、マイチン大勝利。やかんわこれ。うん、今日声出えへんわ。え、来た！あマジですか？
あーグネスデジタルパイセン、ありがとうございます。きたね、ためになったね、のびのびよ。いや、言ったよね、50連目で当てるって。オッケー、50連目で当てるって言って、ちょうど有言実行しました。しかも、星さん新キャラが2体あった。はぁ、のび、のび、50連で当たるんですよね。6回立っておれ。いや、これで玉もクロス来ても大丈夫。50連残ってるからね、ありがとうございました。はい。ってなわけで、まずはホーム画面、ちょっとアグネスデジタルにしましょうか。どんなこと言うんやろうな。はい。アグネスデジタル。どんなこと言うんやろう。はい。うん。ポルノハブかい。うん。俺も大好き。うん。あー、そういう感じもあるんか。あ、かわいいの、お前。あれ、はい、募集中。推しの自然体な姿を見たいんですが、どうも視線感じさせちゃうみたいで。いつライブに行っても、はるこさんは笑顔で手を振ってくださり。あ、もしや、神様？ファルコのライブ俺も見たいな。いや、ファルコ可愛いよね。オペラ王さんか。あー、もうこれしかないんか。あー、には強い方ですか。ああ、そうです。性欲には強い方です。推しと並んでも失礼のないよう、デザインには最善を尽くしたんですが。ああ、いいと思うよ。お前、推しより光ってると思うけどな。イベント開催中だそうです。うん。さあ、応援グッズ背負ってゴーゴーです。ああ、ゴーゴーか、ゴーヒロミか。いや、ありがたいね。うん。ね、いや、ちょっとね、今。あれですよね、バルゴハイ来てるんですけれどもね、私一応4000までやって、もうめちゃくちゃいいところまで来てんよ。うん、2勝2敗で第5レース、これ当たっ、これ勝ったら決勝いけるんよ。なのでこれやっていきたいと思います。うん、いや、めちゃくちゃ運気今上がってると思うんで、まあ、これは勝てるに決まってるんです。うん、勝てるに決まってる。で、私ね、エアグループパイセンが一番評価が高くて、13000評価やったっけな。こんな感じで、スピードをカンストにさせてもらって、スピード、スタミナ B、パワー A プラス賢さ A。まあ、根性は何でもええから、こんな感じで育てさせていただいていますと。で、スキルの方が、ま、上がってきたノンストップガール、末足ちゃんとついてて、で、姉御肌。うん。で、これレベル4なんよね。うん。まあ、まだこれが星3なんでね、エアグループパイセン。まあ、星4にさせていただいて、まあ、これは違うのか。あ、これか。このサイレンススズカも、まあ、スピード、カンストのパワーが S。まあ、その他の評価は、まあ、賢さが B プラスぐらいで、まあ、スタミナは C プラスでもの、ん、C プラスでも、まあ、いけると思ったんで、これにしてますと。で、スキルの方に、ちゃんとコンセントレーションと、戦闘プライド、まあ、これ入れてると。で、スウェイ足のマイル直線20マルと。はい。で、ボノボーノなんですけれども、こちら。まあ、SS、SS プラスカンストさせてもらって、まあ、スタミナは、ま、こんな感じで。まあ、賢さがちょっとね、まあ、低かった。まあ、これがちょっと、まあ、どう響くか。で、スキルの方に、ま、全身全霊と豪脚。で、上がってきた。まあ、両方入れといて、まあ、先行直線、先行コーナー、両方20丸。で、集中力もちゃんと入れといて、I'm full speed。まあ、これはレベル3なんですけれども、まあ、これで勝てるかと。まあ、こちらで、出走の方をさせていただいてます。さあ、スイープ投手の秘密。ありがたい。いや、次、スイープ投手のガチャも来るかもしれへんな。うん。けど、早く、タマモクロス、来てほしい。うちの野郎や！あの声が聞きたい。うん。うどんはおかずや！これも聞きたい。うん。いや、タマモクロスね、案外みんな人気なんよね。タマモクロス。うん。いや、お前、でかすぎるやろ。ほんまに180センチあんのか？ 2 メートルぐらいの身長やったぞ、今の。しても、巨乳と貧乳合わしたらあかんて。サイレンス鈴鹿と、ボノボーノ。あ、一番人気なんか。あ、エアグルーヴ一番人気。あ、ありがたい、これは。けどね、絶好調がおらんかったからね、これがどう響くのかどうか、出遅れんなよ。
出走の準備が整いました。オッケー、ちゃんとみんな出てんな。オッケー、いいね。まあ、まずは鈴鹿先頭に出ないとダメ。いや、美穂のブルボンとマルゼンスキーがおうのか。ここがちょっと厳しいな。インに入ってほしいな、サイレンス鈴鹿。いや、インにマルゼンスキーがちょっと厳しい感じがするな。サイレンス鈴鹿ね、アイドリングなかったやんな、確か。まあ、ちょっと育成ミスで、あれよね、星雲スカイのこういうスキル多分入れれてないと思うから、まあ、そこがどう響くのかどうか。うん、そこなんよね。いや、ちょっと厳しいな、先行で。まあ、みんな逃げっていうのもあると思うけど、まあ、こっから出ていけるかどうかやねんな。まあ、みんな逃げやったら蓋されて、後ろの先行が前に行けないよ。けど、エアグルーヴ、一応パワーが A プラスあるから、まあ、こっから抜け出せるのかどうか。いや、けれども、これは厳しいな。エアグルーヴ？エアグルーヴ？エアグルーヴ？いや、グループ、マムリカがサイレンスズカ、おっと、ここでポノポーノ、ポノポーノ、ポノポーノ来い、ポノポー、ポー、ポー、ポノポーノか、いい待機シャトルか。3、5、6、いや、順番的にはあんまり、うん、悪くはないよ。悪くはないやけれども、うわ、2勝かよ。2勝か。いやー、もう一回やっとこう。もう一回。こんな感じで、私は評価。まあ、A プラスで全部入れてると。で、一応、マイル S になってるのは、必死アケボののみ。うん、こちらでやらせてもらってるんですけれどもね。エアグルーヴパイセンはこんな感じで、評価のマイル芝にしといての、こんな感じで、まあ、一番評価が高いよね。13,584。うん、まあ、桜爆心王でもいいんやけれども、スタミナが足りんのよね。うん、ルドルフ、一応マイルになってるけども、これスキルがあんまりなんよね。うん、まあ一応金スキル取れてるは取れてるけれども、うん、まあこれもレベル5。いや、けれどもなんかね、まあ賢さが足りひんから、まあこれはもうこんな感じで3枠。この3枠でやらせていただきますね。まあ3勝で A グループ、マジで行きたい。3勝したら、まあマジでジュエルは確定なんで、ジュエルと、まあチケット。あ、4番人気なんか。で、しかも普通ね。うん。まあ、やっていきましょうか。体調どうなってんねや、これ。まあ、4番人気、3番人気、7番人気。まあ、7番人気、まあ、ラッキー7なんでね。うん。まあ、取ってないけど。当たる、いくかな。一応、お胸の差がすごい。空の春休み。空の春休み。うわぁ。空の春休み、バケモン強いやないか、お前。で、一応、第一戦、先ほどの、まあ、2勝2敗やったやつ。まあ、2勝とも、エアグルーヴが1位やったんよ。なんで、エースは、エアグルーヴ。まあ、2番目に、サイレンス鈴鹿で、で、必死アケボノは、まあ、賢さ、まあ、ちょっと足りないんで、まあ、スキルが発動したら、まあ、1位に躍り出るかと思います。あ、いいよ。ちゃんと戦闘プライドも取っといて。いや、ウンス外から出た赤やろ、お前。蓋しろ、ウンスを。ウンス誰か蓋してくれ。あ、いいよ、鈴鹿。鈴鹿！あ、アケボノも結構いいんちゃう？いい位置つけてる。あ、結構前らへんにつけてんな。で、エアグルーヴがちょっとヤバタニーやな。ウォッカってバルゴハイ結構育てやすい。まあ、結構強いって聞いてやけれども。これはどうなるんかな。はい、ボノボノ。I'm full speed. 俺もボーノ食べたい。あ、いいね、3位。いや、ウンスの固有が発動する前に誰か1位に。いや、あかんか、ウンス。ウンスの固有スキルが発動しちゃう。終わったか、これは。いやー、うわ、来ちゃった。ウンスの固有スキル発動してんな、今の。いや、これがアケボの2着やねんけれども、うわー、蹴られてきてんな。いや、これで全身全霊出してくれたらいいんやけれどもな。いや、ウンスは勝てんよ、それは。もう、ウンスやん、もう、これ。いや、ウンスやて。いや、ウンスずるいわ、もの。やっとる。ウンスや。
このゲーム先頭に出たらもう運すげーやね。うん、運数持ってないからな。まあ、これがグレートオープン、うん、グレートリーグなんよ。うん、まあ、オープンリーグにも出たかったけれども、まあ、B が持ってないよね。あ、3番人気と、うん、いやー今回これやってんな。美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できる。チエ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 、お前チエチエ強いな。エルコンドルパスある全部20丸やったんやないか。まあ、三角三角三角エアグルーブバイスやっていきましょう。いやチエチエがマジで強いな。20丸20丸はみんな集中してましたね。高レースが期待できそうです。あ、鈴鹿、俺の鈴鹿前に出てくるよ。先頭先頭先頭プライドいいよ。うん、まあ2着とね、またのところいいよ。差し返したね。いいよ、アネゴハだと合ってきた。ちゃんと取っといて。イヤグルーブ、いやいいよ。エルコンドルパーサーを蓋してんな今。ちょっとあーけれども、来るのか。いや4、あ、エアグループ3位まで上がってきてんな。いいよ。いや、ナイスネイチャー、このナイスネイチャーがあれなんよね、デバフなんかどうかねんよ。けどデバフじゃなさそうなんよね、まだ体から毒が出てないから。あ、結構いいんちゃうこれ。エアグループそのまま蓋しておいてくれ。ま、エアグループ蓋やで。ま、分かってんな、蓋やで。鈴鹿ちゃんと蓋してんな。エルコンドルパーサーちゃんと蓋して。いいよいいよいいよ、いけよ、いい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 よ、来てる、来てる、来てる。あ、エアグルーブ、エルコンドルパーサー来たよ。エアグルーブ、エアグルーブ、オッケー、マイル直線、マイル、オッケー、来たー、オッケー。はい、まずは1勝目。しかも、1着と、4着、5着、あ、1着、4着、5着、あ、最後抜かされたんか。あ、けれども大丈夫、1着取れたからね。うん、この世は全部、勝利が全て、勝利が全てって言われてるからね。うん、マッチングが早いの。いいね、絶好調、1番人気。で、2番人気ね、サイレンスズが、これはやってる。うん、勝ちゲーよ、これは。で、しかも、水着マルゼンね。まあ、これがどうなるかのかどうか。いや、マジで水着マルゼンはマジで強い。いいね、ボノボーノ。ボノボ、あ、ヒルさん、ありがとうございます。オグリギャップで、サイレンスズがの、私のエアグルーヴ、スタミナだけが20丸なんか。なあ、大丈夫、大丈夫。一番人気だからね。うん、一番人気って言われたら、マジで一番に、ゴールシアな批判が多いからね。ちゃんと、出遅れた。まあ、逃げで出遅れじゃないから大丈夫。水着マルゼンがどう出てくるかどうかやな。マイル。いいよ。サイレンス鈴鹿、私のサイレンス鈴鹿、まあ、めちゃくちゃ早いの、お前。毎回一番やないか、始めらへん。いや、水着マルゼン、あ、エアグループ、パイセンが後ろから来てる。いいね。先行で4着って、4番目につけてるって結構いいんちゃう？しかも、今回もエルコンドルパサーをちゃんと蓋してる。で、ヒシアケボの、ちょっと邪魔してる感じあるかな。大外から行ってんな。あ、いいね、スピードイーダー。で、コーナー放射。丸。いや、こっからどうなるかね。いや、グルーブがこっから伸びてきてくれたら、いや、マルゼンが来たー、マルゼンが来ちゃったー。どうされましたか。ま、水着マルゼンが、お出してしまったんです。うん、それはいけませんね。エアグループパイセン、エアグループパイセン。うわー、これ水着マルゼンになっちゃってんね、これ。完璧なる水着マルゼン。しかも、エアグループが蓋しちゃってる。合脚ちゃんとついてるけれども、あ、サイレンスズが来てる、鈴鹿。いやー、ダメかよ、これは。誰か来てくれ。いやー、もう無理やな、これは。奈良生勝利の金よ。うん、これは4かな。4着ぐらいなんかな。いや、違うねんな、これ。違うんじゃ。マジで、ウンスと、水着丸戦芸になってんねやん、これは。お出かけするとやる気があったら、まあ、それは知ってんねん、グリーンピース。あ、普通。あ、1番人気、2番人気。いやーお。マジで一番逃げ、これ勝たな、マジで。決勝いかんからな。美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。いいよ。まあ、ここはちゃんと見といて。エルコンドルバー、ミューズや、お前。お前絶対ラブライブ好きやろ。うっさはっさはっと。あ、まるまるまる。あ、結構平均的な。うん、いいよ。結構バランス取れてんな、まるまるまるやったら。
いいね、コンセントレーション取っといての。あ、ウンスおんのか。ウンスはマジで桜爆心王とサイレンス鈴鹿がちょっとちゃんと蓋してくれ。マジで蓋してくれ。いいよ。あ、いいよいいよ。あ、爆心は荒野に、爆心は後ろについとけ。お前、あ、けど蓋ちゃんとしててくれ。大丈夫。ウンス、ウンス、あ、いいね。リアグループパイセンも外についといて。あ、来た。ウンスはちゃんと阻止してんな。あーやいやいやいや、桜爆心王が1位についてると。いや、けど、エアグループパイセンが3着。今3、先行で3着やったら始めらへん。めちゃくちゃいいと思う。で、あ、ボノボーノがちょっとこっから上がってくるかって。オッケー、ここでゼクシー。来た、ゼクシー。で、こっからドアが、あーっと、これはエアグルーヴパイセンがどこまで頑張ってくれるかどうか。桜爆心王がアイドリング取ってなかったら大丈夫。エアグルーヴ来いよ。アミゴ肌。全身全霊、あ、全身全霊取ってなかった。末足。末足、参る、直線。あー、桜爆心王取ってたんか。アイドリング取っ、あー、もうこれは勝てるかどうか。いや、けどエアグルーヴパイセン頑張ってる。あ、来た、末足来た、末足来た。こっからどうなるのか、末足。うわ、やるこだ、エアグルーヴパイセン。いやー、これ取っちゃねん。どっち？うわー、やられた。いやー、やられた。取ってたんか、さすがに。さすがに、いや、やってんな。ちゃんとスキルにアイドリング持ってたんか。いやー、今の鈴鹿がちゃんと1位をキープしてたら、最終直線まで1位をキープしてたら勝ってたな、今のエアグルーヴで。まあ、これはもう見やんでいいか。いやー、マジか。はい。一着。あ、結構いい勝負になってた。うん、どうなってた？一馬身か。あ、結構いいな。うん。いや、また二勝かよ。いやー、3勝行きたいのにな。そこがちょっと厳しい。うん、3勝やもんな。あー、あと残り1回か。やっていきましょう。いや、けど、この編成結構いいと思うよね。結構、上位は取れてる。毎回グレートやったら、グレートでもオープンでもやったら、毎回、ま、5着とか6着、もう良くても3着とかなんよ。うん。一回も優勝、うん、勝利することができてないんやけれども、今回は、なんか結構、エアグルーヴパイセンが頑張ってくれてる。名勝負になる舞台は整いましたね。あ、黒水さんが、ダイバスカルト。で、サイレンス鈴鹿2番人気と。で、エアグルーヴパイセンが、3番人気。まあいい、まあいい、まあいい。ダイバスカルトをちゃんと蓋すると。あ、これ先行なんかな、ダイバスカルト。あ、いいよ。先行エアグループパイセン3着、4着。あ、まあ、先頭集団に入ってきてるっていうところは結構、あー、違うかった。あ、けど、ダイワスカーレット逃げじゃないっていうことは、アイドリングはまだ取ってないということなんかな、これ。あ、来た。ここでゼクシー。早いな、お前、ゼクシー。何も触ってないぞ。あ、いいよ。内から行ってる。あ、けど、ちょっと、蓋されてんな、ダイワスカーレットに。鈴鹿頑張ってくれよ、ここは。けど、ボノボーノ今どこにおんのや、これ。あ、後ろらへんか。ちょっと差しに巻きそうやな。いや、今回ボノボーノはあかんそうやな。で、エアグループパイセンがどこまで上がってくれるかどうか。あ、けど、鈴鹿がちゃんと頑張ってくれてる。あー、ダイバスカルト来たな、お前。来なよ、ダイバスカルト。いや、外からダイバスカルト。ここで末足とか倒ってくれたらいいやけれどもね。さあ、よ、鈴鹿頑張ってくれよ。よ、鈴鹿、粘れ、鈴鹿。あー、2着はダメよ、末足。鈴鹿、スキルを誰か取ってくれ。マイル直線丸、マイルねー。ダーブ全身全霊ここで取れ。鈴鹿、うわー、もうおらんの。うーん、3着だね。いやー、ここはちょっと厳しいな。いや、はじめ負けたらマジで後々マジで負けるからな。ここがどうなるのかどうか。あ、ちょっとマッチングが長いな。
あ、来た来た来た。あ、不調でも一番人気なんか。いいね。他のキャラの、まあ、スキルとか、うん、ステータスは見ひん。もう、ソロの方がいい。それ見たらマジで、もう、負けるってなるもん。うん。トレーナーが負けるってなったらマジで負けるから。うん、馬娘も、私と、ま、なってんのよ。繋がってんのよ、私と。馬娘は。トレーナーと私は。繋がってんのよね。だから私が負けるってなったら、馬娘も負けるってなって、負けんのよ。うん。1番人気、2番人気取らせていただきました。これはどうなるのか。あ、ファルコおるな、ここに。ダートキャラちょっと多いな。あ、ウンス。ウンス？ウンス先行にしてるこれ。違うやんな。いや、ん？ウンスこれは逃げなんか。いや、ウンス逃げじゃないな、これ。後々伸ばしてくるタイプなんかな、これ。いいね。1番と3番。あ、ボノボーノ今回頑張ってんな。ちゃんと蓋してる。いやー、しかも蓋してんのがエアグルーヴ。やってる。はい、ここでゼクシーと。ファルコ地味に強いもんな。いいね、ボーノ。ワン、ツー、スリーフィニッシュ取りたいな。エアグルーヴ。あ、けれども。あ、来た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 。あ、いいよいいよいいよ、蓋してるちゃんと。いいねいいね、伸びいいね。いや、外から、おお、外からもうさあ、こらパクシンオさんけど、ボードボードがちゃんと蓋してくれてる。あ、いいね、ボード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 、いけよ。ボいいね、ボードボード。先行直線20丸、これは勝ち確よ。はい、来ました。私、ありがとうございます。一着取らせていただきました。うん。良き。揺れんな。ああ、一着、二着、四着。あ、素晴らしい。いいね。次、勝てたら、マジででかい。毎回、負け、勝ち、負け、勝ち、負け、みたいな感じになってるから。しかも、今回も一番人気と。まあ、ここはちゃんと見ないとダメなんでね。あ、一番人気じゃなかった。お待っとけ。はい、3番人気。あ、じゃあ2番人気なんか。はい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 。ここでエアグループパイセント。うわー、マジか、ちょっと出遅れてんなお前。あ、けど鈴鹿は頑張ってる、ありがたい。で、また水着丸全開。ボノボーノちゃんと壁してくれよ。あ、いいね、エアグルーヴ。マルゼンスキーにアイドリングマジで取ってたら負ける。あ、いいね。また大丈夫、また大丈夫。もう、水着マルゼンは先頭に出したら負けやから。あ、いいね。ボノボーノもちゃんと向いてる。あー、いい、先頭出してもうたな。あ、いいよ、巻き返した。ありがたい。いいよ、こっから1位に踊り出てたら、いいやけれども。いいよ。いいの、ボードボード。俺もボード食べたい。あ、オッケー、いいよ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 。ふた、ふた、ふた、ふた。エアグルーヴ、うちに入れ。エアグルーヴ、うちに入れ。いやー、もうこれ、先頭に出したら負けるって、マジで。エアグルーヴ、全身全霊。ちょっと出してくれよ。あ、いいよ、ボードボードも来てる。まだ、競ってる、競ってる、いいよ。いやいや、エアグルーヴ、エアグルーヴ、いちいいよ、いいよ、ここから。あ、ボドボード、ボドボードも2着。いいね。いいよ。サイレンス鈴鹿も取っといて。いいよ。来たんじゃん、来たんじゃん、来たんじゃん。いいね。ワン、ツー、フィニッシュ。やってる、これは。これは強い。よし、次勝ちだ。まだあと一杯しても大丈夫やからね。あ、心の余裕がある。馬娘たちも心の余裕があるわ。もう顔がもう見える。ほら、もう一番人気好調。いや、やってる、これは。いいね。え、これは、マヤのトップガンかな？花嫁マヤのトップガンおった、今の。あ、私3番人気か。オッケー、いいよ。あ、クッキー。うん、野生爆弾か。おっか。で、エアグルーヴが1番人気。ありがたい。ありがとうございます。いや、違う。あ、マチカネウクキタルか。新衣装の。マチカネウクキタル、
それ出走してるところあんま見えひんな。強いんかな、街金服着たる。なんかレース競技場で、チーム競技場あんまり見えひんのよね、街金服着たる新衣装の。どうなんやろ、強いんかな。あ、いいね。あ、逃げ一人だけなんかな。あ、え、オグリ早っ。ま、オグリ逃げちゃうやろ。いいね、上がってきた。あ、スピードいいだ、ちゃんと取っといて。いいよ、エアグルーブ。いや、エアグルーブちょっと蓋されてる感あんな。ボノボードが外からどう出てくるかどうかやな。はい、先行コーナー20まで。あ、いいね、スキルめっちゃ取れてる。しかもオグリキャップを蓋してる、横におる、横についてる。いや、マジでこれ陸上の 800m やったらマジこっから抜け出すのは無理。至難の技。ラストスパートでこれはマジで無理やから抜け出すの。いいね、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリーはやってる、マジで。いや、ウォッカ来てる、ウォッカ後ろから来てるって。お前、ウォッカに抜かれてあかんねえ。あー、もう待ちかね服来たる。え、まさかの待ちかね服。いや、違うよね。全身全霊ちゃんと取っといて。いや、強い足取っといて。いや、マジで、待ちかね受けたる。お前、どっから来とんねん。3、4、6着。うわ、共に勝つぞ。マジか。実は牛に好かれやすいゼンノルブロイ。あ、いいね、絶好調。最後の最後の絶好調はマジでありがたい。いや、グループバイセンマジで頑張ってくれ。晴れ渡る空の下行われる阪神レース場、芝1600バルゴハイ、9人の馬娘たち。はい、ゴマ太郎3番人気っていうことは2番人気と1番人気は取らせていただいてると。はい、あ、オッケー、20丸めちゃくちゃ20丸、これは勝てる。うわー、おー、出遅れはやってる。いいよ、いや、ちゃんとスキルも取っといて。あ、屋根小肌先行直線20丸。あー、直線こう、あー、いいね。回復もちゃんと届いて、いいね。で、マルゼン、あー、マルゼンが外から来ちゃってるけど大丈夫。うん、いいね。負けん気も取っといて。いや、マルゼン来てるか。え、これにアイドリング取ってたらマジで負ける。あ、けど、エアグループ、パイセン。いやー、どうやろ、外から来れるか。一応、スキル、パワーあるから、いけると思うけど。いいね。からスピードいた、ちゃんと取っといて。はい、コーナー、え、最終、え、先行コーナー20バル。いいね、いいね、マルゼンスキーを、マルゼンスキーを、いいね、あんたら、いいチームワーク。え、ワン、ツー、スリー取れるんちゃうこれ。いいね、エアグルーブ。え、ここでボノボーノが、全身全霊取ってくれた。いいね、エアグルーブ、エアグルーブいいね。いや、まあ、ボノボーノ、いいね、サイレンス鈴鹿。お前ゴールドシーはちゃうぞ、お前ゴールドシー来ないよ、お前来ない。いいね、いいね、いいね、来てる来てる来てる。オグリキャップ来んなよお前。うん、いいね、ボノ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 、いいね、ボノボノ、いいね、ボノボノ。しょー、来たー、やっとか。あ、大グループ決勝進出、いいねー、やっと来たか。やっとここまで来たか。 A プラスでここまで来てくれたか。はい、ありがとうみんな。アグネスデジタルも当たり、新章の東海帝王も当たり、もう A グループも行き、決勝進出行き、ありがとうございます。てなわけで今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。